愛知県第3区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止まで定数は3。海府都市基元総理の選出区である。現在の小選挙区では、9区、10区全域と、6区の一部に、該当する。愛知県北西部の選挙区である。農村部ではあるものの、 繊維工業が盛んで工場労働者も多い。さらに高度経済成長以降は、名古屋への通勤圏となったことから、選挙区内の人口が急増し、ホワイトカラー労働者やその家族も少なからず、居住している。最初の1947年、第23回総選挙では、大選挙区時代の第22回総選挙で当選した、江崎雅美、河野金賞と、 日本社会党から初当選した佐藤幹次郎で議席を分け合った。その後、第24回総選挙で初当選した鈴木幹夫を交えた4人が3議席を争う状況が続くものの、鈴木は1955年の第27回総選挙で落選、引退。1958年には河野が死去し、未亡人の講師が一気務めた後、 秘書の海封都市記が地盤を継承する。その後は、江崎雅美、鉄馬、佐藤勘次郎、勘寿、海封の3人が、ほぼ指定席として、議席を分け合うことが、小選挙区導入まで続いた。多党化の傾向が見られた1970年代からは、民社党が、戦意労働者の組織などを背景に候補を擁立し、第39回総選挙と第40回総選挙には、 津島市長を務めた、井桁勝が出馬するなど、それなりの得票があったものの、現職独占の壁を崩せずに終わった。なお小選挙区導入直後の第41回総選挙では、海部佐藤が愛知9区で、江崎が愛知10区から出馬したが、佐藤は第42回総選挙から10区に倶り替えしている。自治体の名称は、 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数788,890人、投票率66.07%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。 当日有権者数、73万9309人。投票率 73.、73.75%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、69万7207人。投票率 70.、70.32%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。 67万5707人、投票率 63.、63.56%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行。当日有権者数、64万8030人、投票率 74.、74.05%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、64万572人。 投票率 65.、65.56%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、62万1403人。投票率 65.、65.46%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、57万4977人。 投票率 67.、67.21%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、511。954人投票率 55.、55.64%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、44万4200人、投票率、 64.37%第30回衆議院議員。総選挙11月21日執行当日。有権者数、38万4540人。投票率 67.、67.99%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、35万170人。 投票率 75.、75.38%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、人投票率。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率。 第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率。第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。